居酒屋といい男は共通点が多いとそういうことです。いい男はいい。居酒屋だとそういうことです。分かりやすいのかな？それは。<music> なぜか雰囲気でモテると分かってしまう男の特徴7つ。イケメンじゃないのに、なぜか女性からモテる男性いますよね。イケメンじゃないのにモテる男性いますね。彼らがモテるのは、ズバリ、モテる男の雰囲気、これを身にまとってるからだと思います。モテる雰囲気もし、容姿に自信がなくても、モテる男の雰囲気を取りるだけで、女性からはモテやすくなるんですよ。モテる容姿よりも、モテる雰囲気の方が大事だと。今回はそんなモテる男の雰囲気、外見編をご紹介します。モテる外見の 雰囲気とということですねはい。今日紹介するのはすぐに実践できるものばかりです。即実践可能。いつやるのいや、今それ言わない方がいいと思うな。いつやるのいや、だから。いつやるのうーん、今でしょ今日からやりましょう。言いたくなかった。モテる雰囲気のある男性の外見的特徴、こちら7個あります。7個。はい。まず1つ目。清潔感。まずは清潔感ね。このチャンネルをね、今日初めて見てくれた人以外は、まあ、何度も何度も聞いてきたフレーズだと思います。そうだね。あるいはこのチャンネル以外でも、モテる男のハウトゥ o ボンとかね。 モテる男になるための動画みたいなものをご覧になってきた人なら、ミニにタコができるほど聞いてきた言葉なのではないでしミニにタコね。あの、あミニにタコはマーシーの方だから。もう飽き飽きしたワードかもしれません。うん、もしかしたら、居酒屋で毎回出されるお通しが、ポロポロのマカロニサラダ、くらいの気分の人もいるかもしれません。あれね、これで400円取るのみたいなやつね。明太子風味の手作りポテトサラダ、出汁から煮込んだ牛肉のしぐれ煮、あるいはたまに出てくる豪華なカニ、そんなお通しならまだしも、ポロポロのマカロニてお通しで。 テンンション上がるるの出しててくれる店はままた行こうってなりますもんねつまり清潔感はお通しです。清潔感はお通し。居酒屋さんでお通しカットが基本 NG のように、モテるために清潔感のカットも基本無理なんです。だったら清潔感磨かないとね。そう。髪肌 ヒゲ、爪、ムダ毛、洋服、いろいろ気にしなければいけないことがありますが、ぜひ、カニを目指してください。清潔感はカットできない、うん。モテる雰囲気のある男性の外見的特徴二つ目は、引き締まった体。これもほぼお通しだよね。 そうですね。これは言うならば、枝豆です。とりあえず頼むもんね。上司、部下、男性、女性、様々な年代が参加する飲み会で、漢字になったら、注文に頭を悩ませますよね。そうだね、悩む。そんな時に、とりあえず頼んでおこう、枝豆です。とりあえず筋肉もつけておけと。そういうこと。たとえば顔がイケメンでなくても、うん、スタイルがいいだけで、モテ度はぐんと高まります。うん、運動不足で、税肉がついている方は、ジムに通うなどして、引き締まった体を目指しましょう。まあ、その環境に 置くことが大事かもねモテる雰囲気のある男性の外見的特徴3つ目は自分に似合った服装と髪型自分に似合った服装と髪型これは和食系居酒屋で言うとこのシめサバですめファミレスにシめサバ置いてないですよね置いてないでも和食系の居酒屋でシめサバあったらなんか引き締まりますよねシめサバだけにね女性にモテようと流行りの服とかね髪型を取り入れても似合っていなければ意味があります、うん、自分に似合う服とかねヘアスタイルがわからない方はアパレルショップの店員や美容師に 相談したりプロに頼るのがおすすめです持ちは持ち屋ですね。モテる雰囲気のある男性の外見的特徴4つ目は、スーツが似合う。スーツが似合うこれは唐揚げです。唐揚げね。唐揚げがうまい店はそれだけで評価が高い。間違いない。スーツが似合う男性はそれだけでモテ度が急上昇します。<お>スーツが似合う男性になるためには、体を鍛えたり、肌や髪などを整えたりと、他の努力も必要です。まさに唐揚げと一緒だ。モテる雰囲気のある男性の外見的特徴5個目は、姿勢がいい。 姿勢がいいね。これはですね、トイレが綺麗です。あ、もう居酒屋のメニューでもなくなってきた。はい。でも、大事だもんね。そうでしょスッと伸びた姿勢は、自信があり前向きな印象を与えます。うん、モテる雰囲気のある男性になりたいなら、ぜひ姿勢もね、意識してみてください。うん。逆に、猫背で背中が曲がっている男性には、どうしてもネガティブな印象を抱いてしまうものです。めっちゃ美味しいんだけど、トイレ汚いんだよなって店には、ちょっと女性とか連れて行きづらかったりするもんね。うん、モテる雰囲気のある男性の外見的特徴6個目は、色気がある。 色気がある。 この色気は、居酒屋で言うと、半個室です。半個室半個室ってなんかちょっとエロいでしょ確かにね。モテる男性は全身から色気が感じられます。うん、筋肉質で引き締まった体、うん、髪の毛や唇も潤っているなど、全身のケアを欠かさないようにしています。半個室も店員さん少し気を配らなきゃいけないとこだもんね。モテる雰囲気のある男性の外見的特徴、最後7個目は、笑顔が素敵。笑顔が素敵ね。これは、締めの飯が異常にうまい居酒屋です。あ、最高だね。締めがう うまい店って料理人の腕が確かですよねいやそうなのよ笑顔が素敵な男性もそれくらい間違いないです、うん、女性に警戒心を与えることが少ないので、うん、初対面の女性ともすぐに距離を縮められるんですね、うん、誰とでも仲良くなれる傾向があるため女性の知り合いも多い傾向にありますのうどん、パスタ、雑炊、うまい店って本当最高だよねということでモテる雰囲気のある男性の外見的特徴7つご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうかね、うん、はい、えっ、ー、と何これどういう居酒屋に全部例えた とちょっとわかりやすいかなと思いましてちょっといましそういうことか、うんえー、と清潔感がまずお通し、うん、で、まあ、カニになったらいいっていうとことお通しカニいいでしょう、うん、お通しカニたまにあるよねいいお店ね、うん、で、えー、と引き締まった体が枝豆、うん、枝豆です、えー次がえ え,え似合う髪型と服装が締めサバ。うん、あ締めサバですね。これちょっとよく分かんなかったね。はい、スーツが似合うが唐揚げ。揚げですねで。姿勢がいいがトイレが綺綺麗。麗トイレきれい。色気があるが半個室。うん、半個室いいでしょうう。笑顔がすてきえー、締めの飯がうまい。そうそうそう。うん、なんか全部揃ってる居酒屋って超最高の居酒屋ですから。なるほど。うん、じゃあいい居酒屋と。 いい男は共通点が多いと。そういうことです。いい男はいい居酒屋だと。そういうことです。分かりやすいのかなそれは。え、でも、あ、確かにってなるでしょ聞いてたら。うん、あ、確かに、うん、居酒屋でそうなったらや、うん、そうだなみたいな。えっと、ま、うん、清潔感は外せない。お通しもカットできない。うん、そこは良かったと思ったんだけど、はい。なんかトイレが綺麗とかはよく分かんなかった。えそうなの、うん いや、わかるでしょ。トイレきれいな方がいいでしょ居酒屋。まあまあまあ、そうだけど、女性呼びづらいもんね。トイレ来たいそうでしょうん。そうか。じゃあ後半僕、ちょっともらっていいですかいやいや、もう全部言ったでしょあ、違うやめてこのチャンネルは後半です。意味がわからない。よ、それだけだと。毎日カレンダーをめくる。日めくり使ってるんだよね。どっかの工務店なんですか年末にでももらうんでしょそれ。本日はモテる男の雰囲気、外見編。 ということで。ね、ま、ご丁寧な。 説明でしたね。う,うん。私、滝感服いたしました。はい、やいや、そんなそんな。では、私、滝からはね、こ<う>んなモテる雰囲気の外見になるためには、まあ、筋トレしましょうねっていう話がありましたけども、はいはい、させていただきましたよ。うん、でもね、筋肉を、まあ、もりもりつけることが正義ではないんですよ。まあまあ、確かにね。ね。うん。もちろん、ゴリマッチョが好きな女性もいますけども、ね、大抵の女性っていうのは、細マッチョが好きですからね。細マッチョだよね。だから、正しい鍛え方してほしいんですよ。正しい鍛え方うん。つまりね、何が言いたい かっていうと、うん、男性が鍛えたい筋肉と女性が見てる筋肉にはズレがあるんですよ男性が鍛えたい筋肉と女性が見ている筋肉にズレがあるそう,うだから鍛えたい筋肉ばっか鍛えるとかね、うん、好きなトレーニングやるだけっていうのはダメなんですよなるほど、うん、女性に求められる体型になるためのトレーニングを行わないといけないと、うん、そういうことです<う>ということでまずご紹介したいのが、はい、こんなアンケートからアンケートフィットネス情報サイトのジムチャンネルさんが6 500人を対象に男性の鍛えたい筋肉と女性が見ている筋肉をそれぞれ調査しましたと。 男女600人な、はい、なかなかですねまず男性に向けて、うん、ジムに通うとしたらどこを一番鍛えたいですかという質問をしました、うん、ジムに通うとしたらどこを一番鍛えたいですかはいその結果1位から紹介しますと、はい、1>, 1位が腹筋 42.9%2 位足 18.5%3 位胸 15.1%4 位腕9.4%そして5位がその他7.9%まあその他っていうのは多分肩とかお尻あるいはまあ体幹部なのかなと思うんですけど<う>そして6位が背中6.1% とというこでした腹筋を鍛えたいと考えている男性が42.9%そういうことですそうそう次が足足ですこれちょっと意外ですねね、普段パンツを履いてるね長ズボン履いてる人ほとんど目立たない筋肉ですけども全体の約2割程度占めてましたそして3番目に胸大体骨15.1%はいそうそれに対して今度は女性に男性の筋肉で一番好きな部位はどこですかという質問をしましたね男のの筋肉で一番好きな どこですはい。<と>女性に聞いたんですよ、今度、うん、は。結果、1位腕35%、うん、2>, 2位背中22.9%、3位腹筋16.1%、4位胸13.3%、5位 足9%、6位、お尻1.2%、7位が手0.5%。女性が好きな筋肉1位は腕の。腕なんですよ。35%。はい。まあシンプルに見えるからなんですかね。うん。<ー>そうかもしれないですね。で、で男性の回答では、この腕は4位なんですけども、うん、多くの女性が男性の腕に魅力を感じると。うん、で、2番目になんと背中。背中、これは男性の時入ってなかったですからね。全体の2割強ぐらいですかね。はい、うん。こちらもね、入ってなかったもんね。うん。ほとんど人気のなかった箇所 はい。腕と同じで、多くの女性が魅力を感じると、はいそ。そうなんですよ。<う>ね、これだからキャップがあるっていうのはまず分かっていただいたと思うんですけど。ね、で、僕はね、はい、この背中、そしてお尻、それとハムストリング、これをぜひ男性に鍛えてほしい。まあ推奨したいと思ってるんですね。背中、うん、お尻、ハムストリング。はい。ま太ももの裏側ですかそうそうそう。<ー>というのは、男性が鍛えたい筋肉って、 ってね。これアンケート見てもらってわかると思うんですけど、まあ腹筋、胸、腕とかさ、うん、あると思うんですけど、ほとんど自分が見えるところでしょ。自分が見える前側が多いでしょ。ねうん、腹筋とか胸とかね。そう、見えるでしょ。うん これ、要はね、多分自分で見えて、自分がこうやった感を実感できるからじゃないかなと思うんですよ。なるほどね。うん、まあそういう見解に、ね。はい。でも人間ね、この裏側の筋肉というのはとても大事で、実は。裏側の筋肉。背中側のね。ほうほうほう。体って前側の筋肉と後ろ側の筋肉でこう支えてるわけなんですけど、現代は例えばスマホだったり、PC だったりとか、うん、特に前鏡になる作業が非常に多いじゃないですか、日常の生活の中でね。ねそうすると前ばっかりついちゃうんで<お>ど、どん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 猫背になっちゃうね。 姿勢に影響するんだ。そう。はあ、そうなんですよ。なので、姿勢を良くする筋肉、背中の後背筋とか、脊柱起立筋みたいなのを鍛えてほしいと。いうところなんですね、うん、まずね。おうおうそれと、ハムストリング、太ももの裏側、お尻の筋肉ってのは大きいので、うん、そこを鍛えれば太りづらくなるんですよ。そういうことね。そうなんです。すごいね。そう。だから、知ってるね、一応ね。<う>まあ。 そっちの関係の関係者ですから。そっちの関係の関係者。そうなんですよ。素晴らしいね。だからまあ、皆さん胸とかさ、うん、やってほしいんだけど、どん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 姿勢悪くなってるよっていう話。そういうことか。うん、<ー>そこ鍛えれば鍛えるほど、どんどん巻き型になっちゃうよ。姿勢悪くなっちゃうよ。そうすると女性から魅力的に見えないよっていう。そういうことね。ちゃんと後ろ側の筋肉の方もね。そう,そうなんですよ。確かにね。まあ背中、うん、ハムストリング。 それと、ま、ちょっと見えないんだけど、あの、腸腰筋っていう、足を引き上げる筋肉ですね。ど、どの辺の筋肉なんですかこれはね、足の付け根の内側にある筋肉なんですけれども、ま、腹筋。股関節あたりですそう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 。近いところなんですけど、そういう見えない筋肉こそ鍛えるべきなんですよ、本当は。ああすごいね。でもやっぱ、モテたい人ってさ、見えるところにつけようとするでしょ。それ外見をね、ま、よくしたいから、ま、胸とかね、見えないとここそ鍛えてほしいのよ。あ、そういうことね。そこ 重要度高いそうすると全体的にもバランスよくなってそう鍛えやすくもなって姿勢よくなる健康になるそういうことねやっぱ見えるところから鍛えちゃうからさそういうことねうんそがストレだねまあその辺は本当頑張ってねチキンさんもやってるけど去年からやってるけど見えるとこばっかやってないいや見えるとこばっかしかやってないよ腹筋ばっかやってない腹筋はやってないけど胸とか胸胸背中足ですかね大体肩とかその辺ですか背中やってない背中やってますよあやってるうん。なんだっけチンニングってやつおやってる 懸垂なんタモさんみたいないいじゃないやってるやってる。うん、おい、なんでジミーちゃんみたいな感じなのいいですか、結論。はい。モテる雰囲気がある男性がやってることは、一つ一つは小さなことですが、意識して取り組むことで、周囲の女性からの評価もきっと変わることです。できることから少しずつ取り組み、モテる男を目指しましょう。そして、男性が鍛えたい筋肉や気にしている筋肉と、女性が注目している筋肉には、大きなズレがあることを自覚しましょう。モテたいから、 少しでもそう考えてジムに通ってるんであれば、鍛える箇所を考え直した方がいいかもしれません。僕は女性限定のパーソナルトレーナーになりたいという夢を叶えるために、去年から筋トレを始めました。願えば叶う、何事も。 チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますコメントも大歓迎ですモーニングドッグショーは平日毎日おしゃべりしています18時配信です音声配信アプリスタンド FM では365日毎日ラジオトークを行っています毎朝お耳だけ解釈させてくださいそれではさよなら